リニア新幹線の工事をめぐり、県は懸念を抱いている47項目について会見を開き、進捗状況を発表しました。リニア問題解決に向けて進展はあるんでしょうか。静岡県と JR 東海の対話につきまして、説明をしたいというふうに思います。午後3時からリニア問題に関する県の重要な会見が開かれました。その場に立ったのは森高志副知事です。これまでも関係の皆様方のいろいろなお話とか説明等がありまして、少し混乱しているんではないかというふうに私自身が認識しておりまして、それらの整理も含めまして、この対話に要する事項につきまして説明をし、過去の経緯も含めてですね、説明し、現状と、それから今後どういう方向に進めていくのかにつきまして、お話申し上げたいというふうに思います。JR 東海が2027年以降に品川名古屋間で開業を見込んでいるリニア中央新幹線。本県の基本姿勢はリニア中央新幹線の整備促進と大井川の水資源および南アルプスの自然環境への影響の回避低減を図ることであります。リニア新幹線推進の立場を主張している川勝知事ですが、たびたびその発言が物議を醸しています。リニアをめぐっては静岡県側が水や生態系への影響など47の懸念を示していて、解決への見通しは立っていませんでした。こうした背景もあり、県と JR 東海との間に国の有識者会議が入ることで、国はリニア開業に向けた道筋を立てようとしています。大臣にお渡ししたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。去年12月、リニアの工事に伴う環境問題に関する国の有識者会議が終了。最終報告書を斉藤国交大臣に提出し、議論は一区切りとなりました。これに黙っていなかったのが川勝知事です。有識者会議では残念ながら十分に議論されずに、解決されないまま報告書が取りまとめられたということであります。私どもが示した課題など不十分な点について、県専門部会で JR 東海と対話を進めていきたいと思っております。議論は一区切りしたとする国に対し、県は再度県の専門部会で議論すると強気の姿勢を見せていました。しかし国の有識者会議の座長は、今後議論すべき論点が残されているとは認識していない。我々が論点整理しても県の専門部会でチェックされて、ほとんど課題があるとしかされなくて。さらに開業時期が変更になったことについて、川勝知事は独自の解釈を表明しました。2027年という数字がここで実質消えましたので、2037年までに東京から大阪まで全線開通という、これがですね、残された最後のこの期限ということになろうと思います。県が懸念を抱いている問題はあくまで2037年の全線開通までに解決すればいいという考えを示しました。こうした動きに JR 東海も会見を開き、知事の考えに反論。さらに先週、静岡市や島田市といったいわば身内からも川勝知事を牽制する発言が。静岡には止まりませんので、リニアはですね、静岡の声を聞いても何にも聞くことはないと思います。したがって JR 東海さんがしっかりと経営、自社の経営の中で考えをまとめられて、必要に応じて、地域の方々と話をする、これが基本だと思っています。で、繰り返しになりますが、静岡は止まりませんので、リニアは、開業時期についてあまり言及する必要はないと思っています。個人的な感想ならいざ知らず、
ですからやはりそこは分をわきまえてお話をされるということが、JR 東海に対しても国に対しても、まあ、関係のあらゆる機関に対してもですね、誠実に、物事を前進させていくためには大事なことかなというふうに思います。分をわきまえてと川勝知事に対して注文をつけた染谷市長、有識者会議に対する県のスタンスについてもちくり、これまで有識者会議の議論の中でですね、まあ、残念ながら建設的なアドバイスとか提言というものは県からは出ていなかったように思っております。こうした中で開かれた今日の会見で県は47項目の評価といたしまして、このような数字を出しました。懸念する水資源、生物多様性、トンネル発生度についての47項目のうち17項目が終了したとしました。この17項目は水資源についてのみ、生物多様性とトンネル発生度についてはすべて未解決としています。生物とトンネルはゼロとなっておりますけれども、これは対話をしている最中でございまして、その対話の中でですね、もちろん進捗はございます。まあ、ただ一応終了したものがないと、数字としてはこういう数字を出しております。県の会見についてリニア新幹線を所管する国土交通省は、現時点でどう対応するかは明言できないが、対応をしないという冷たいことはしない、引き続き国も関与していく。解決の糸口が見えていなかったリニア問題、県の今日の発表で事態は動くのでしょうか。